コールドウェル・エドワーズはアメリカ合衆国出身の政治家。所属政党は人民党、モントナ州選出のアメリカ合衆国会議員。1841年1月8日、エドワーズはニューヨーク州サフォーク郡、サグハーバー村で生まれた。地元の学校を卒業後、看物店でセールスマンと募金係として数年間働いた。1864年に、 モンタナ州ボーズマンに移り、農業に従事するようになった。1901年から1905年まで、モンタナ州下院議員を務めた。1900年、エドワーズは、人民党から、連邦下院議員選挙に出馬し、民主党からの支持も取り付けた。選挙の結果、エドワーズが28,710票を獲得し、当選を果たした。他の候補の得票は、 共和党の SG マレーが23,307票、民主党、無所属の CF ケリーが9,443票、アメリカ社会民主主義が613票であった。また、同選挙で、下院人民党は、エドワーズ、トーマス・ルイス・グレン、ウィリアム・レッドヤード・スターク、ウィリアム・ネビルの4人が当選を果たした。エドワーズは1902年選挙へ出馬せず、政界を離れた。また、 この第57議会を最後に、人民党は会議員の議席を失った。政界引退後、エドワーズは自身が所有する牧場を経営した。1922年7月23日、脳卒中のため、サグハーバーの自宅で亡くなり、オークランド墓地に埋葬された。ありがとうございます。